オラクルヒミコさんは、内田春による日本のライトノベル作品。イラストは、僕、アキラユウが担当。第1回スクウェア・エニックスライトノベル、対象入選作品。2011年の小説観光に先駆けて、スクウェア・エニックスのウェーブコミック配信サイト。 ガンガンオンラインで2010年11月18日更新分から2011年6月16日更新分まで、柚木良太の作画で漫画家作品が連載されていた。毎月第3木曜日更新。神社の神主で、重度の巫女好きのダメ人間である父親を持つ、神山県はある朝、巫女の格好をした少女に寝込みを襲われる。彼女は、 宗教戦争が絶え間なく続く未来から、戦争の引き金となる、神道側の最高指導者になるらしい剣を守るために、やってきたオラクルヒミコさんだと名乗る。もちろん、ミコ好きの父親で苦労してきた剣は、未来の自分が、全世界の女に、ミコ服を着せるためという、ふざけた理由で神道の地位を押し上げたなどとは信じない。 彼女の気候に振り回され迷惑する件だったが、密かに思いを寄せている十枚のとと二人きりの夜道で、実際に異教の視覚に襲われ、ガンガンノベルズより観光。入選時の著者ペンネームは安田都也、や、表題はオラクル卑弥呼さん。で、簡単符がついていた。第一回スクウェアエニックスライトノベル対象結果。 発表2012年10月12日閲覧。ありがとうございます。